じゃあこれ協力してもらって、準備会に参加していただいた方ですねっていうのはやらなきゃいけない。これね、参加日。1分しかない。これどうするも、これ取っちゃうよね。こっち。じゃあこれにしとこうか。はい、皆様こんばんは。8月5日月曜日ですね、しゃべくりマッシュルの時間がやってまいりました。今日のマッシュルはですね、朝から曇っておりましてね、ちょっと蒸し暑かったですけれども、4時頃になりましてね、夕立みたいな形で降りましてですね、現在もちょっと小降りではなっているマッシュルから、生放送でお送りいたします。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、今回江戸時代のですね、豪商でね、真田家を財政的に支えた豪商の、八田家の敷地を利用しましてですね、まあ、この町歩きセンター伝承館八田家の中庭を活用いたしまして、松代市場の開設を開催いたしました。その運営委員長の内山邦夫さんと、企画委員長の杉田、智恵さん、重田智恵さんのお二人です。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。で、まあ、この現実なの、あれですね、運営委員長の内山さんに、まあ、ちょっとお聞きしますけれども、はい、この、まあ、実際に町歩き松代市場を開催したそのいきさつっていうのはちょっとお願いできますか。はい、実は一昨年の暮れに、はい、町づくり研究会というのが 松代の有志の方々で結成しまして、はいはい、その中で、未来の真っ白をどうするんだということで、うん、夢空間に提言がありました。はい、その中身簡単に申し上げますと、はい、実は真っ白この 2,30 年来文化財とか、道路整備とか、はい、河川改修などで、はい、真っ白 この観光なり住みやすい街づくりのインフラ整備ができたんですけども、それではこれからどうするんだということなんですけども、うんうん、真っ白の商店街ったら昔は500軒以上あったんですけど、今は200軒弱になっちゃってます。そういう中で、この八田家のこの拠点を中心にしながら、はい、ここで多くのお客さんなり市民の方々に来ていただいて、はい、なんとかこの真っ白の商店街を賑わそうと、うん、こういう提言を踏まえて今回真っ白市場を結成、はい、開催したと、はい、こんな状況であります。なるほどね。はい、わかりました。まあ、今回これもね、ちょっと今回もまたこういう形のあれですね、新聞にもちょっと出させていただいて、ちょっと PR っていうんですかね、行き届いたと思うんですけども、あれですかね、内山さんたちもいろんな何ですかね、この PR、まあ、ポスターっていうかね、チラシなんか配ったりはしたんですけど、結構あれですかね、皆さん協力して配っていただいたっていう形になるんですか。先ほどのポスター、チラシですかね、はい、7000枚ほど刷りまして、子どもを中心ですから、はい、松代の6校の小学校、幼稚園、はい、保育園、はい、中学校、高校とこのチラシを配っていただいたり、はい、それから
実行委員会結成してその実行委員のメンバーの方々に、はい、自分たちのグループのところにこのチラシを手渡して、はい、渡していただきました。あ、なるほどですね、はい、で今回これ、まあ真っ白市場にご協力していただいたという形で、うん、これだけ の機関の方ね、ちょっとあれですけれども、はいはいはい、ちょっと見、あれですね、ここにもご案内のようにのまず真っ白住民自治協議会とか、うん、真っ白交番、はい、それから真っ白交通安全協会などの方々にご協力をいただいて、はい、この市場、真っ白市場が、うん、実現できたと、こんなふうに思っておりました。そうですね、ここは定時路で一番交通量が多くてね、信号はないですけどもやっぱりちょっと横断歩道もあったりっていうんでちょっとあれですね、子供を中心にした松代市場ですので、はい、事故を起こしたらもうどうしようもないんで、はい、そういう意味では交番の方々とか松代交通安全協会の方々においでいただいて、はいはい、事故もなくできたと、うん、こんなことで本当に感謝しているところです。はい、わかりました。これも参加名簿っていうんですかね、参加していただいたものがあるんですけど、市場参加者結構いろんな方に参加していただいて、そうですね、はい、松代社会福祉協議会とか、うん、商店街の方々、うん、NPO 法人の方々などなど、うん、30団体などの方々にご参加いただいて実行委員会を結成したところで、まあ、茂さんの方もねだいぶご協力いただいてやっていただきましたけどもまあこういった何ですかね、準備委員会っていうのはちょっと開いていただいたんですけど、今日は小山実行委員長と鶴田さんですね、企画委員長もちょっと欠席なんであれですけども、ちょっと説明していただきます。はい、真ん中で立ってる若い男性が、はい、鶴田智也君ということで、はい、このチラシなどを作っていただきながら、はい、若手の中心メンバーで活動してもらった企画委員長です、はい、それからその左の小山邦夫さんは、うん、実行委員会の全体の責任者で、はい、各団体のまとめていただいた方で、はい、あります。これも、実行委員会準備会もあったりね、なんかしまして、うん、今度は企画もありまして、うん、何回ぐらいこれ全部でやる、5月8日に準備会を作り、開催いたしまして、はい、実行委員会を結成して、都合8回ほど会議を開催して実現したところで、はいはい、あります。なるほどね、分かりました。これも一応最終的なあれでもって、ね、先ほどのあれになるわけですね。じゃあこれからあれですね、この準備やっていただいて、これがまた清水さんの方でちょっと説明お願いできますか。これは松代市場の前日の模様ですね、はい、松代高校の生徒さんなんかも来ていただいて、はい、みんなで飾り付けをしたり、はい、いろんな櫓を組んだりというような作業の様子ですね、はいはい、で近所の小学生も来てたかな、はい、でこちらはペーパーバッグ作りということで、はい、カレンダーやポスターなんかを使ってエコバッグを作っている小学生の男の子たちです、うん、あ、なるほどね、はい、この下の方は、はい、下は絆の会って言って、うん、障害者支援施設の方が、うん、作ったお豆腐だったり、コロッケだったりっていうのを小学生の子どもさんが一緒になって売っている様子です。あ、なるほどね、はい、こちらの方は一応です、ね、はい、当日の開会式の模様ですね、うん、はい、お天気にも恵まれてね、開会するよということでちょうどご挨拶いただいているところですね、はい、岡山理事長に挨拶してもらってます、うん、そうですね、はい、でこれが鶴田くんが作っていただいた、うん、お客さんを出迎えるオブジェですね、うん、結構大きかったですもんね、はいはい、私おみこしかと思ったんだけどちょっと違うんだ、人目を引きますよね、うん、ちょっとおみこしだと思ったら違うんだって言われました、ね、はい、はい、あとこういう形もね、はい、ポップコーンもね、うん、その場で作って、はい、皆さんにこう買っていただいている様子ですね、はい、すごくいい甘いいい香りが漂ってきて、うん、つい買いたくなってしまうという、うん、ね、ような状態でしたね、はいはいはい、ここは、読み聞かせをしているところで、はい、ボランティアグループで読み聞かせをしているひまわりさんというグループさん、うんうん、でこの後に聖戦短大 の、うん、生徒さんも来て一緒に読み聞かせをしたというところですね。なるほどね、はい、はい、これは駄菓子屋さんの様子です、はい、
これは結構いろいろ混んだみたいですね。そうですね、たくさんね、はい、昔懐かしい、私たちが言ったら懐かしい駄菓子がたくさん並んでました、はいはい。まあ、結局ここにいる向こうにいる子どもさんが会計っていうかね、体験してあれしてるんですよね。この下の方もあれ見ていただくと、こちらは畳広場ということで、畳屋さんに関わっていただいて、こうやって親子連れがね、ゆっくりくつろぎながら交流できるようなスペースがあったんですよね。あとこちらの方は、ここも手作り、あのお手玉、お手玉だね、一つ一つ手作りでやってらっしゃって、こうやって来たお客さんとこうお話をしながら売っている様子です。こういう人たちっていうのは結構あれですかね、年齢的には高い方ですか？あの女性なんであんまり大きな声で年齢は言えないですけれども、まあ70前後かな、ね、はい、でも皆さん生き生きとしてとっても若いです。まああれ話しててもね、笑顔でね、本当にね、こうやってお客さんとお話しながら売るっていうところがね、すごく素敵だったんだと思います。内山さんもこれね、中回って歩いてたっていうんで、どんな感じですかね。の今のお話で、若い人と中高年の方々、この場所でみんな知り合いが大勢いるんでね、その話が弾んでいて楽しい売り場になっていったんじゃないかなと思いますね。まあ、結局それが目的だっていうんですよね、はい。これは松代焼の東龍窯の牧さんという方が、作品を売ってらっしゃるところで、ここの写真立てなんか結構可愛くてね、売れてましたね。まあ、小池君のもあれだね、松代焼みたいのも結構ね、何軒か松代にもあるのでね。そうですね、まあ、そういった中のお一人になるんでしょうけども、はいはい。こちらの下はカフェコーナーということで、先生の方が奥でコーヒーをついてくださっているところですね、はいはいはい。こうやってくつろげるスペースもあってよかったですよね、ちょっと一息っていう感じですね。そうですね、はいはい。これは朝収穫から子どもたちが関わっていただいて袋詰めをして、取り立て野菜を売っているところです。なるほどね。朝は何時からだって言いました？朝結構早かったですよね、内山さん。そうですね、野菜をこの収穫するところから、早朝から、若い人たちが協力して、ここの水屋さんのこのところに運んでまいりましたね、まあでもあれいいじゃないですかね、鉢巻きして、金松さんのところね、へいらっしゃいって感じですね。へいらっしゃいでいいじゃないですかね。こちらの方もあれですね、町の酒屋さん、まあ一応今回はね、子どもさんとかがいらっしゃるので、ノンアルコールのワインだったり、ノンアルコールのビールだったりとかっていうものを販売してます、あとかき氷なんかも自分たちでガリガリガリってやりながらね、なんか小さい子どもさんやってますもんね。これも修行体験みたいな形で、はい、これは何ですかね、はい、フードコートということで、カレーの販売も、しているところです、はい。あれなんかお皿に野菜サラダ、そうなんです、野菜とか向こうの子どもさんの前には鍋にカレーが入ってるとかってね。そうなんです、子ども向けのちょっと甘口のものと大人向けの辛口のものと用意してくださって、はい、あ、そうですか。よく煮込んでとっても美味しかったです。なるほどね、はい。あとこちらの方ですね、はい、はい、手作りさくらさんとか、わっこの会の座布団なんかもね、はい、売れましたですかね、売ってましたね、はい。であとこちらは、はい、手作りポーチを売ってらっしゃる、なんかこの着物じゃないあれは何ですかね、実際に着て説明しているとかって言ってましたね。着物の多分リフォームされて、試着をしているところですね、はい。でそんな手作り品の説明なんかもこう、お互いにしながら、お話ししながらこう売るっていうところがね、はい、また良かったんじゃないかと思います。はい、はい。輪ゴム鉄砲のね、射的のコーナーですね、はい。でここで、鉄砲自体も自分で手作りをしたりして、はいはいはい、的に当ててるとこですね、でおまけにこれここで的に当てると駄菓子屋さんで、なんか駄菓子を買えるチケットを、いいね、もらえるっていうことで、なるほどなるほど、よかったですね。まあ、また気合いもありますね。お年寄りさんも、お年寄りもいっぱいねあれして、はい、はい、これがカレーの元になるんですね。そうですね、フードコートの受付のところですね、はいはい。ここはスタッフの裏方でね、いっぱいカレーを作ってくださった、お姉様方も一緒に、終わった後、色を兼ねてみんなで食べているところです。
ました。あとはあれですね、今や先ほど言ってたその子供に、販売体験をするっていうので一応まあ地域通貨というお話もあったんですけれども、そのお話またちょっとさせていただいていいですかね。これが地域通貨という形で、はい、あのこの地域通貨はね、この浮かびに出てるようにこの本物以上に、価値のある通貨で、子どもたち50人ほどお手伝いしてくれた子どもに100円の地域通貨を5枚渡してありますから、その地域通貨を使ってこの地域通貨に協力をしてくれたあの店屋さん14件ですかね、そのお店屋さんに行って子どもたちは販売体験と同時にこの買い物する体験もしてもらうと、こういうことでこのマスロ市場は、子どもを中心にマスロの商店街で買い物する、まあ、この癖というか、そういう体験の中から、マスロの商店街に親しみを持ってもらうと、または商店主などとも好つなぎになってもらうことが、マスロの商店街にとっても大事じゃないかなと、こんなふうに思っているところです。まあ、およそなんか250名ぐらいという話ですね、来て参加していただいたということで結構にぎわったという形で、あの今回ね、小学校6校それから保育園幼稚園の方にこのチラシを配ったんですけども、ちょっとこの日程の関係で来れない小学校の子どもたちがおりましたんで、今後そこら辺もこの反省しながら、多くの子どもたちに一層参加できるようなイベントになればなと、そうですね、いうふうに思ったところで、またじゃあ反省会開いて、そうですね、やるっていう形でね、ぜひ今後もこういう企画を続けていきながら、子どもたちにまたマスロン商店街に参加していただくと、こんなふうにしていきたいなと、私は思っているところです。わかりました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて皆さん、来週のしゃべくんです、誰やるんでしょう。あ、俺そう。あ、じゃあ、はい、じゃあ代わりに、来週は何をやるんでしょう。松代の大事分団消防団がね、県大会出た本部総合で、すごいでしょ、昨日出たんでね、結果まだ聞いてない。あ、そうですか。それはあの当日ということ で、でね、長野市の大会で1位、で長野地域の大会で2位なんですよ。で多分、県大会は1位かな。そうですか。多分じゃあ期待していたい、期待して違ったりしてね将来ね、消防局長さんにね、来ていただいてお話ししていただくんですけど、まあ消防局長さんだからね、その本部総合と合わせて救急の話とかね、あ、そういうのもやっちゃう、消防の話とかね、多分いっぱいしちゃうんじゃないかってね。あ、そうですか。あ、この間もね、白市場というのもね、いいでよ、借りましたね。おお、家で借りたい。借りた借りた。まさか使わなかったね。ああ、それ大丈夫でした、ね。ああ、よかった。使っちゃやばいね。そう。そうなんですよ。まあそういうね、あれも準備もしました。あ、そうですか。まあそういうお話もあるかな。多分。多分。あるかな。あ、じゃあまあそれで楽しみにしましょうね。そんなね、いろいろな話をね、してくれるんじゃないかと。はい、ということで、じゃあ8月12日、はい、ね、よろしく。来週のしゃべくりましろ。よろしく、ね。どうぞお楽しみに。